さあ始まりました、福田の Vlog 副音声ということで、はい、うん、ちょっと夜すぎるか、暗いよね、寒そうすぎるよな、寒そうすぎるかも、俺らアウターもこんな着ちゃってもうギリギリで上げてますからすいません、すいませんって感じ。まあ今回はちょっとオリジナルおせちと、オリジナルおせち、はいはいはい、リクエストがあったね、はい、8番出口がねちょっとリクエストにあったんですけども、やった、それやってなくて、まあなぜかと言いますとちょっとね、うん、PC ゲームで、はい、もう13年前のパソコンなんですよ僕の。あなたが普段使ってるパソコンが13年前の。なんでちょっと古くて、うん、8番出口ねダウンロードしてみると動かないと。ダウンロードしても動かない。動かないと。そんなことになっちゃうの？ちゃんと13年前のパソコンって。Windows 10から動くから。俺 Windows 8。頑張ってオアパソを頑張って使ってるんですけども、まあ、代わりにと言ってはなんですが、できなかったんだじゃあ、うん、PS5 の、うん、ホラーゲームやりました、はい、今回は、まあ、8番出口もあれでもホラー多分ね、まあホラーとか脱出ゲームとか半々ぐらいかな、うん、あ、まあ、ホラーゲームやったじゃんお前、やったよまたホラーゲームやんの？いやだって8番出口をリクエストしてくださるから、8番出口はやってほしいから、そのリクエストホラーゲームやってくださいって言ってないけど、前回のあのフリーのホラーゲームですら、うん、その怖いものが苦手な人、ホラーが苦手な人が、うん、あの回だけ見てませんみたいな、うん、なんか言われてた、あったから、うん、全然だから目標は50回再生全然、あ、だいぶ低い、だいぶ、でも全然それでもいいです。で今回副音声に関しては前回同様で、またちょっと僕の方で BGM をちょっとポップな BGM にして、うん、ああそれいいですかね、はい、うん、でちょっとその何わかんないけどお化け的な要素をちょっとどうにかこうカモフラージュします、お願いしますね、はい、はい、じゃあこれから見ていきますか、見ましょう、はい、ではスタートでーす。ミストですか今、何どうした、集まって、うん、え、これちょっとしてなんだけど、はい、オリジナルおせちの部分じゃないよねこれ。そうですよちょっとオリジナルおせち違うじゃん、暗っ、すげえ暗かったのこれ、なんかわかんないけど、なんでこんな暗いの家、わかんないけどすげえ暗かったのこれ、なんでわかんないんだよでもここでちょっと明るくて、あ、ほんとだ、え、待って、これオリジナルおせち完成じゃなくていや完成しました、うまそうじゃないですかこれ、お前なめんなよおせち、贅沢だよこれ、アソートじゃん多分福田のいやこれお菓子のバゲットじゃん多分、いやこれがまたいいな、さて今回は8番出口の実況とオリジナルおせち、オリジナルおせちはないって、はい、ちょっとまあ8番出口の時期食べたいお菓子をいっぱい詰めるわけじゃん、ね、でも本オリジナルって書いてるからね、で僕のオリジナルの人が言ったもん、ずるいよオリジナルの部分で、13年前の遊びすぎてんの、 Windows 8なんで8番出口が動かないの、さっき言ってたね、はいはいはい、なので PS5 のホラーゲーム実況、 PS5 なんて画質もいいわけでやっていこうと思います、まあ、8番出口もね、そうだね、画質いいね、といえどホラーだし、あんなフリーゲームじゃないよ、まあ、ちょっとね、ホラーゲームの実況ね、やろうかなと、その前にこれちょっと BGM が変わった、はい、変わりましたね、なんかおせちってなんか一品差し替えればいいだろ順番を、意味があるらしいですねなんか今の後にさっきの映像の入れればいいだろ、いやこれがいいんですよ、なんで時系列こだわってんのこうジグザグに感じるといいのよ、意味がなんかそういうのがあるらしいんですけども、僕のおせちにも意味があるから、意味を持たせようと思って、あーちょっと考えます、なるほどね、薄焼き、うん、黒豆が豆に働く、そうそう、してる人はその場で考えてるシャクシャクじゃなくてこのシンプルなせんべい、シンプルに人生過ごすべし、舌で考えるっていう意味らしいですはい、で続いてこちら、本人がよくわかんなすぎるって言ったし終わりじゃん、もう見返したらマジわかんなかった、なんだよ変なことばっか言ってたから、わ、何急にやっていこうと思います、リサージです、今回はリサージという
ホラーゲーム。めっちゃ怖そうじゃん。なんか残殺事件が起きた一家の家、謎解きもあり、脱出ホラーらしいです。ちょっとわかんないですけど、でもめちゃくちゃ怖いらしいんだよね。8番出口とテイスト違うよ、これ。え、マジで？やっていきたいと思います。8番出口もなんか、で怖くないなんか。でもそのホラー的な怖さじゃないからね、あれは。あ、そうなの？うん、バチボコホラーです、これ。アホみたいにホラーだから。ちゃんとやっぱ、うん、フリーゲームじゃないから、ちゃんとオープニングもあるし。画質良っ。実写これ。画質いいよな、これ。これでも本当は PS4 で出てたから、もっと綺麗だね、PS5 は。なるほどね。何、うん？これ今操作してない。これはムービー。ムービー。うん、あ、待って。なんかいる。そう。誰かいる。人質と。これが主人公。これが今主人公で。拉致してるのか。確かに。弾詰めて。半袖なんだ。あ、でもやっぱいいかもね。やっぱ副音声の方が見れるかもね。目の前になんかやっぱ3人で見てるっていう、うん、いるの女性じゃないこれ。3人のうち2人お前だけど。まあ人が多い方のね。そう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 。何これ、拷問？このシーンとしての怖いよな。いや怖いよこれ。そう、なんか一家の残殺事件を元に、あ、これ実話を元にってこと？あ、ごめん、わかんない。元にって言うのにさ、ある時の言い方だ。リボルバーなんだ。リボルバーだね。時代設定の昔の。拳銃じゃなくて、あ、一人じゃない。そう。何人もいる。これマジ実況者が増えてるだけだから、マジ意味わかんない、これの副音声さ。あら、ちょっとここグロ注意かも。これね、みんなあの目つぶっといてください。これここなんかクマさんとかにしとこうか。あ、それがいいかもね。うん、うん、羽とかもファッて。これもいいじゃん、トイストーリーか。子供もいるのよ。怖いよ。待って、何？いや、怖い。バイオハザードで言う。あの、これが、ま、じゃあ30分続きます。ちょっと待って、大丈夫？今の人。どこまでさ、視聴者これついてきてくれるわけ？で、お父さんとお母さんと、全然、もう最後だけ見てもらったらいいっすね。待って。最初と最後だけ。え、これもう、今プレイしてる？これまだしてない。ああ、やべえ。なんか足引きずってんのか。ちょちょ、うわ、始まってるわ。もう怖っ。プレイしてる。これ今プレイしてんの。してるよこれ。めっちゃすごい綺麗だな。なんかアイテムあるんだ。リアルすぎ。ああ、怖え。何？エイバの驚いたかな。驚いたごとにおかしくっていう、おせちくっていう。な、何そのルール。ゲームしてるから家か。おせちに失礼だろ。うわ、でもそんなことないだろ。その説明してた。これ何してんの。多分してたと思うんだけどな。あ、本当は聞き逃した。そうだって飾り台のようなものだ。なんか血ついてるけど、こういう、あ、え、何、なんか謎解きじゃないけどね。近くところ。そうか、だからメインは脱出なのか。うそ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 う。このホラーの、うわー、待って、何から脱出。なるほどね。でも要はだから、そのお化けとかゾンビ系ではないってこと。曲がるところ怖い。ああ、ビビったんじゃない。すぎ。何食べた。肩揚げ。ちょ、意味わかんないって。何のおせち食うルール。おせちじゃねえんだし、まず電話怖いね。これで怖いね。大丈夫かこれ。意味わかってるか。これね、字幕がないよ。字幕ないね。
親切じゃないで。そうだ。顔。あ、もう諦めてるだろ絶対。聞き取るの諦めてるだろ別に。長いなと思ってるかもしれない。うん。バイバイって言った。そこしか聞き取れてない。でも待って、何言ってるか全く分かんなかった今。そうだろうな。日本語訳ないのこれ。え、でもなんか番号書いてあるけどこれ。人のホラーも脱出も苦手でしょ。どっちも苦手よ。最初地下と思ったわ。全然なんか美しい穴だった。そうだよな。いや美しくはねえな。へえー。あ、なんかこれ誰の子、さっきの子かな。いろいろ見ていかないと、ね。うわ、嫌な時計だなこれ。え、なんか待って。待って。どうした？待って。どうした？なんか今さ、画面左下になんか血のマーク、え、血の跡ついてなかった。うん。何？こいつ見てたら。画面左下？ほら。ああ、何？これ何？あ、クソこれ。なんなの？これが出ると。うわ。なんか近づいてるってこと？これはね、正気度が下がってるらしい。自分の正気度が。何？自分の正気度って。あのパニック状態。うわー。危ない。うん。いないはずのものも見えちゃったりとかってこと？なんか多分そういう。うわあ、これさ。おせち食ってるか？ちょっと待って。わわわって言ってたけど今。夢中かもしれない。いろんな賞があるの。おせちどころではない。縦投げ、細投げ、これ。細長いのいいだろ別に。昔の写真ってこう、すごい比率は。縦画面とかするとこう。いや、こんな細いのにさ、ね、写真見たことあるかもしれない。あるかもしれない。焼いた時にそうなっちゃってもしれない。そこじゃないからね。別らしいと思って。撮ります。あ、なんかアイテムゲットしたよ。うん。男怖え。男怖いね。ドロすんげえ怖えんだこれ。歪んだ夢。ドロです。大丈夫か？待って。ラジオ？待って、いやクソ怖い。何かわからないやつね。何かわかんなかったな。これマジ Vlog じゃないよな本当に。そうね。確かに Vlog ではないよ。Vlog じゃないよな。ごめんねみんな。企画だわ。うん、何も入ってないでくれよ。あ、え、今自分で開けたの？うん。あ、トイレットペーパー細くね。さ、トイレットペーパー長くこれだよな。キッチンペーパーでしょこんなのさ。だよな。キッチンペーパー使ってんのトイレ、アメリカは。ケツでかすぎてってこと？いや、そういうこと。みんなそうか、プリケツだからか。プリケツだからか。あ、どうした。何？あったか。何が？これ、このガラス。なかった？え、あった。待って。ガラスが急に出てくるって。いやいや、なんだそのストリック。気づかなかったんだ。声おせち。全く確かに食ってないな、もう中盤。もうほぼ食ってないよ、ここから。失礼します。ここ。何これ？トイレ？真っ暗じゃん。いや、俺ここ無理だわ。いや、無理だわじゃなくて。脱出しないといけないから、全部見てください、ちゃんと。諦めました。あ、なんだ？ピール。ピールだ。薬か？どうした？消えた。電気消えたのこれ。勝手に消えて、勝手に消えたりするんだよ。小気度を下げる。何の小気度って。初めて知りました。パニック状態を和らげる薬。へえ。これ何この人形。なんだこれ。かわいいか。子供部屋とかでいろんな部屋があって、探索入りしてんのよこれ。戻ってきました。驚いた後だろうね多分。上がりついてる。なんか食べてる。ちょっとなんか口に入れてますな。じゃがりこ食ってたよね。じゃあもう見せろってちゃんと。そこも割とメインだろおせちも。待って。マジ怖いよこれ。泣いちゃうじゃん。変なってそれでじゃがりこ食うの。
さ、これ目玉の親父が、目玉の親父じゃないよ、絶対これ寄生獣か。待て、何、正気度がなんか声した。お前のシャクって音じゃねえ今の。自分の音にビビったな、これ。じゃがりこの音しか聞こえなかったね。待って、暗い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 、やばいやばい。これは何、結局殺人鬼の家から逃げるっていう。ちょっと待って、待ってくれ。そう、多分一家惨殺された人たちから逃げるんじゃない、多分これ。マジで進めない。本命みたいな感じ。あ、そういうことなん。うわ。うん、そうじゃない、やっぱ。これじゃあ殺人犯ってこと？自分は。勢いしすぎ。もう鍵のついた鍵を。いや、これはね、謎なんで、その主人公はどういうやつか謎なんだよ。あ、説明がないんだ。ないない。そう。へえ。だよこの部屋。おい、笑ってんじゃねって赤ん坊さんよ。え、なに、赤ん坊笑ってんの。赤ん坊笑ってた今。あ、その声が聞こえない。あれ、帰ってきた。なに。てか、ずっとつけられてる感じする、ね、マジで。うん。あー、イエスってこと、その鳴き声は。違うよ、タイミング良かったけど。タイミング見ろってちゃんと。いや、こ怖画面見ろって。まあ確かにプレイしてたらね、怖いだろうね。90度の結構開かなかったよね。え、待って、何あれ、あってっけ、ドラム缶のテレビ、これ懐かしいんだよ俺。ドラム缶のテレビ、ブラウン缶じゃなくて。あ、ブラウン缶か。なんか光ってんだ。うん、行きたくねー。行けよ、脱出しなきゃだから。な、どうした、なんで頭守ったんだよ今。食うな。ビビったからね、おせち。怖すぎ。何、こんなとこあったっけ。おい、なんだ、何これ、なんかさっきから布で隠されてるみたいな。そう、この音だったんだ。でこれさっき来たところだから、なかったの。さっきはなかったの。そう、はい、めちゃめちゃ怖いです。白いやつがさ、うん、待って、めくって。でもはい、外して、頼む。あ、鏡、あ、なんか映ってない。鏡だ、なんか動いてない、鏡の中。うん、あ、椅子が動いてんだ。そう、じゃなくない、この家の鏡じゃないんだ。鏡じゃないっぽい。どうした。あ、確かに。どうした。落ち着け、落ち着け、落ち着け。畳かけるのやめてくれ。畳かけられたわけじゃないよ別に。え、なんだ。あ、畳かけるのやめてっつったじゃん。パニックな。正気度が下がってるよ、確かに。そう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 。本人の正気度が下がってる。本人の正気度が下がってる。いるわ、いるわ。上になんかいるってこと。そうそうそう。え、これどうすんだろう。おお、来た来た。待ってこのタイミングとかで部屋に母ちゃんとか入ってきたらめっちゃビビるだろう、ね、いや、めっちゃビビるよな。暗いね。ノックも聞こえないから。どっちの時か。誰かいたよ、今誰かいたよ。ビビってる、めっちゃビビってる。マジ怖いよこれ。でも夜にやってたからさ。あ、そうなんだ。そうそう。お父さん、あ、あ、え、え、待って、がっつり、がっつり、すげー見てる。これどうすんの、行くしかないの。したら怖え。これ走ってきたりしたら怖いね。怖いね、それは。近づけないね。いや、これは。あ、あ、意欲して行くねえ。あ、え、あ、消えた、え、消えた、消えた、大丈夫。待ってくれ、ベロベロバーとかないよね、ここ。ベロベロバーだったら怖くねえよ。いや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 、つかない、つかない。やばいじゃん。あ、またいるよ。いる。怖いかったな、ここ。うわ。あ、消えた。消えた。追っかけさせてるな。嫌な演出だよな。ついてこいみたいなことか。肩こる。追っかけられるだけじゃないの、やっぱ。なるほどね。あ、何？
プチギレ。プチギレ。うるさい赤ちゃん。は。悲しまりに合うよ。うわ。さっきまでこの絵がなかったの、これ絵自体なかった。そうそうそう。刺さってる右目が。怖いね。うわ、やばいやばいやばい。大丈夫か。うなんか武器になる。曲がってたんだ先端。あーこれ絶対やばい。遠くに届くフックだ。フック。あ待って、うん、音は。フックが。そう。わかった。これ階段だ。で、うん、さっきの。そう、屋根裏部屋を開けるの。あーなるほど、うん、アイテムを使ってどんどん新しいところに。こういう謎解き。いやそんなに謎解いちゃいないぜ。いや別に順当に進んでるだけ。屋根裏怖いね。暗いのよ、もうまた階段登れた。登れたね、うん、あさっき映ってたやつじゃない、うん、これだ。でも両手に持ってるの何？鏡のこピル。ピル両手持ちしてるから。なぜ？ごめん。パニックにならないよ。極限なら、うん、あ、食べたおせち。食えよ、口入れたから。どうした？落ちた、落ちた、穴に落ちたの。てか昼？昼らしい。わかる？いつの間に？そう。あ、これ何、本当ちゃんと時間経過によって変わるってこと？いや、多分そういう、そう、進み具合で。あ、なんか喋ってるよ。聞き取って。違うさっきからさ、聞いてるかちゃんと。英語わかんないのさ。わかんないな。はい。ちょっと待って、ちょっと待って。続きをね、ちょっと待って。やっていこうと思います。次の日なってんじゃん。2日かかると思わなかったら。朝っすか、ね、はい、お前寝癖直せってまず。で、なんかもうそのままやったからね、寝て起きて。ちょっと攻略サイトを見ます。あ、待って。諦めて寝たじゃん。うん。うわ。ね、攻略サイト見ながらやってんの。なんか見える。そう、ちょっとわかんないところは攻略サイトちょっと見て。いや、顔だ、なんか。進めない。ただれた顔が並んでますね。で全然もっともっと迷ってたからね。あ、そうなんですけど、カットされてる。そうそう。ストーリーのネタバレとかしてないです。でこれ何かが足りないようだっていうので、なんかね、こうスリッパ、うん、これをここに置いて足りるようにするらしいです。めちゃめちゃ攻略サイト見てるじゃん。この自力で気づけるわけないもんな、服が。絶対無理だもんこれ。何？あ、そっか、驚いたから食べなきゃ。朝だからやっぱ忘れてるのこれ。めっちゃ寝起きって感じだな。うん、ピースがね。あ、待って、ドア開いた。うわ、ま、何今、何起きた？なんか、動いてった今。今ね、動いてた。なんか動いてた。なんか布みたいなのが。大丈夫か？マジ怖かったもんね。もう分かるだろ。もうここまで来たら分かるだろ。え、何あれ、なんかいる？待って、誰かいない？なんかいる感じあるな。ちょっと待って、あそこ行かなきゃいけないの？そうだよ。うわ、無理なんだけど。行ってくれ、脱出しなきゃだから。足跡ずっと。あ、ちょっとやばい。ああ、ちょっと待って、あ、しまった、ああ、やばい。じゃいいって、もう、行くしかないから。マジ怖かったわ。やばいよ。あれを見てない時の方が怖くねえか。目を背けてる時。そうね、近づいてるかもしれないもん。うん。いるよね。いるよ、もう行くしかないよ。ちょっと待ってくれ。マジ怖い。行くよ、行くよ。行け。もう暗っ。怖い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 。ちょっと下がんなって、すごいスピードで。これマジ怖えよここ。待って、落としたコントローラー。忘れてないで。怖い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 
声でかくなってくる。近い。あ、そうなんだ。はい、ボリュームも変わるんだ。そうそう。あ、笑い声近いよ。真っ暗になったよ。真っ暗。あ、やばいやばい。何？これムービー？え？ちゃんとプレイ画面。これね、本当何も見えないんだけど。プレイ画面。何なんか進んだってこと？戻ってきたの。え？さっきのやつの結婚を追っていけばいいらしいです。なるほどね。うん。今の気づいたら別のところにいたってこと？そうそう。何これ？何これ？へそのみたいなの。長すぎるだろ。蝶じゃない？蝶か。なるほどね。あ、これの。蝶を使って、うん、へそのじゃねえって。これどんだけ巨人なんだよ。あ、わ、なに地下通路これ、うん、うわ、なんか下水道みたいなとこ来た。なんで言った下水道柵がこれまあ確かにな、うん、これ鉄じゃなくてなんか、うん、あれなんだ、綱引きの紐みたいな縄ね。あるんだこれ。あ、縄か、うん、体調悪くなってるなんかいる。あ、なにあいつ追っかけてるってこと。いたよね、今人。今、確かにいたかも。あ、もう気づいてないな。気づいてないかも。プレイヤーも編集者も気づいてない。気づいてない。鏡が何？なんか椅子取りゲームの最中ですか、これ。じゃないですよ、絶対。うわ、怖い怖い。あ、何この空間は。ビル出てきた。白いモヤみたいなのが、うん、あるけど床じゃね、普通これ床か。白いのあ、人映ってるよ。おい、でこれだけ違うんだよね、床。え、風呂。あ、そうなん。鏡じゃないんだ。じゃあ振り向きたくね。そう。あ、いや、振り向くの見てねえじゃん、もう。あ、一周した。あ、わかんないわかんないわかんない。もう散らさないでくれ。なんなの。あ、なんか落ちてるよ。落ちてる。あら、いや、後ろ見てもわかんないんだよ、やっぱ。これは何周もしていくのか。あ、そういうこと。あ、あ、ほんとだ、変わってくんだ。こいつ誰だよ確かに。おばあさんだ。うん、誰だ。あ、これやばいよ。お父さんだね、今のが。いや、おばあさんがね。来るよ、これ来るよ。おばあさん、うん、これ覚悟しといてありがとう、教えてくれて。あ、何が来るの。あ、一緒じゃない。で、さっきのやつじゃない。そう、さっきのやつ。これ来てない。もう一周する。もう一周する。嫌だよ、この綱が引っ張られてる感じの音ね。そうそうそう、すげえやな。え、何、なんか進まなくなった。あー、めっちゃ怖かったもん。すごい叫んだな、ね、すげえ怖かった。すげえちゃんと叫んでたな、ね、お手本みたいな叫ぶ。何、どういう意味、どういう意味。あ、すごい飛び降りてる。どういう意味。よく生きてるね。そんなことよりさ、ありえないというか意味わかんないじゃん、今の。変な世界だよな、なんか。だから、うん、ねえ、賞金を失ってるから変なゴールデンチョコ感じになってる。うわ、そういうことか。待って、行きたくない。うわ、なんか傾いてない。傾いてるな、うん、なさっきからさ、なんかさ、ちゃんとした、うん、バケモンが出てないのが一番怖いんだよ。だからいつ出てくるか分かんないからさ。確かにな、うん、あ、入れんの。鏡じゃなかった。俺なんか綺麗な部屋じゃない。帰ってきた。こ、帰ってきたの。帰ってきたっていうのは最初の最初こう通ったとこ。え、何、そうそう。あ、最初ってこんな綺麗だったんだっけ。あ、こっち、ちょっと一回おかしい、一回おかしい。どんどんその正気を失って、あんななんか結婚とか。あれ、ここなんか鏡に変わってる。
じゃなかったの？そう、変わってんの。これあの猫の時計。ああ。さっきね、なんか不気味な猫の時計が置いてあったんだけどさ。普通の鏡に映んないのが怖いな。そうそうそう。あ、この部屋なんか開いてるわ。何が？この部屋なんか開かなかったのに。ああ、開かなかったんだ。そう。ジャケットの中にありますせみたいななんか鍵が。ありますせ？攻略サイト見すぎだって。カットしちゃったのこれ自分で。おい、なんかそんな踊り方すんなよ。なになにこれ、何開けたの？こう、あの洗濯機。なになになに、ガレージのタブ。あ、こっからガレージ行くんだ。外ってこと？おっしゃ、外ではないのね、多分ガレージ、ここが繋がるわけだ。オッケー。なんか結構進んでる感じはするね。でもね、そうそう、あ、なんか鏡が追加されてない。これ今ここまでめっちゃ時間かかったな。でも分かった分かった分かった。ほんとここで今何時間ぐらいかかったの？これでも2、3時間ぐらいやってんじゃん。へぇ、3時間車だ。そう、おい、なんで急にこれ鳴ってるよ。なんか、うわ、なんかめっちゃ怖いじゃんこれ。やっぱ車乗ってたら、うん、助手席の方に、うわ、斧突き立てられて殺されたんだ。そうなん？何今の情報は。乗ってみる。予測。あ、予測ね、うん。あ、ハンマーだ。外れました。そういうこと？ハンマーが突き刺さってる。中から突き抜けたってことか、ハンマーが。何？大丈夫か。なんか動いてるの？あ、これ待って、なんか来る。来ないで。おお、あ、抜いてんの。来ないで。何？何にビビってる今？やめろ。誰か来るのかなと思って武器手に入れたから。あ、ボス戦的なことなの？そうそうそう。捨てたのぜ、うん、え、何、大丈夫か。ボス戦かもしれねえぞ、もしかしたら。本当に来るか。何、どこのカラス。見に行け。ビビったからたまに思い出しておせちを食う、うん、え、なんでそんな顔近づけるの、そこに。目悪いのかな。そうかもな。うわ、力強い。力強さ今ので分かったか。力強いって言ってたけど、ちょいと持ち上げただけで心強いだった。もう言って笑い声も、ね、なんかいるぞ、なんかいるぞ。気持ち悪い。マジで、マジか。こっからか。あんまビビってないように見える。やっぱ おかしくて。ああ、なるほどね。いけるか。大丈夫か。大丈夫か。大丈夫か。顔やば。顔。え、何？ゲームオーバー。ゲームオーバーとかあんの？うん。何すればよかった。びっくりしたよ俺この時点で。こんなやって初めてゲームオーバー。どっから？さっきのとこから。ああ。うわ、なるほど。突き抜ければよかったんだ。なさっき何がダメだったの？さっきはね、躊躇してたの、階段のところで。あ、躊躇したらダメなんだ。そうそうそう、追いつかれた。よかった。あ、よかった。追いつかれた。怖い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 。どっちに行っても怖かった。どうした？何が？俺のハンマーだった。お前のハンマーだ。怖っ。怖っ、パリパリじゃないの。何だ？何だ？あれ何？あんなでかかったっけ、あの。あ、消えた消えた消えた。え、またさ、ガレージに行くのかな、これ。そうなの？いや、俺やだよ、マジで。あ、うわわわわわわわ、待って待って。音弱いね。音弱いのよ。音聞こえる。あ、やばい。あ、いるいるよ。ちょっと待って、これやれよか。またやり直しだ。ばあちゃん。ばあさんにやられちゃうね。ばあさん早いのよ、なんか素晴らしいの。早いんだ。あ、来た来た来た。そっか、これ実際はイヤホンつけてプレイしてる。怖い。うわ、音もダイレクト。音もでかいし。うわ、気持ち悪みたいになってんじゃん。なんかこんなの絶対開かずの間じゃんこれ。ありますけど。ああ、怖い怖い怖い。その音やめて。うわ、これマジ怖いやつじゃん。何この色使い。怖すぎ。
おいスタッフ。なんでスタッフ呼んないの。なんで加納栄光さんになったの。ねねね。ちょもういいって。おばあさん。早いおばあさん。マジ早いんだこいつ。またやり直しなんでしょ。これ今どういう感情なんだよ今。またこっから、うん、こガレージね。怖すぎるし。いつのガレージだ。あのばあさん。ハンマー。ちょうざすぎるし。うん、か皆さんが。つまずすいでしょ。もし最後までやってっていう声があればあの最後まで、うん、やります。やって。はいということで今回はずる。札の Vlog これにて閉幕となります。閉幕すんなよ。ありがとうございました。テンション下がってんじゃん。今日も一日頑張りましょう。終わりっす。終わりですじゃなくてクリア してよ。ありがとうございました。何この中途半端なホラー実況を。いや二人が見るっていう。やっぱこれ以上長くなるとやっぱちょっとね、すっきりもしないしな。怖かった。本当に怖かったね。嫌だったねあれやるの一人で。いやだいぶビビってたもんな。いやだいぶ怖かったよあれ。だから全然違う。やっぱここで見んのとさ、まあそっち側だろうね。プレイしながらとね、一人でイヤホンつけてやってるからね、うん、そっか。もう音もでかいし、この何でしたっけ、ザバスっけ、何これ。ザバスはあのプロテインプロテインか、プロテイン飲料じゃないですか。ビサージね、ぜひやってみてください、はい。じゃあまあ今回も、リクエストが来てますので、はい、それを読んでいきますか。はい、そうですね、はい。今回結構来てます、はい、ありがとうございます。あ、まあありがとうじゃないな。なんでこのリクエストの中がどれかをやっていただく今候補という。あー、やるかい。じゃあ呼び上げていきます。はい、まず YouTube のコメント欄から、うん、ありがとうございます。この方3つリクエストいただいてます、ね。はいはい。まず1つ、うん、昔の自分の写真を今の自分で忠実に再現するやつ、うん、はぁ、 TikTok とかあるやつかな。福田が高1の時 の赤チェックシャツ着てお母さんに撮ってもらったあの、あーなるほどね、カバちゃんぐらい頭が長い。いや、あれを再現したりもするってことね。でもそういうことだよね。そういうことだよね。そして2つ目、セルフ写真館かっこチェキの技術を磨く、自撮りをいっぱいいろんなところで撮るみたいなことか。そして3つ目、はい、群青団地の聖地巡り。俺が一番最初にフックンをコンビに誘った時の地元のあの山の展望台とかね、夜景が見える。そうか、あそこでなんそのごっこしてみるかしたりとかってことでしょ。だからそういうことか、聖地巡りっていうのはな。続きまして、はい、この方も YouTube のコメント欄から。はい、ああなるほど、ありがとうございます、はい。ガチルックブック、かっこガチの1週間全身コーディネート紹介、うん、ガチの1週間でしょ。ガチのでいいんですよね。いやもう別にガチのだったら3回ぐらい同じ服の人があるでしょ。じゃあいいですか次。はい、スタンド FM ですね、こっからは。あ、スタンド FM、はい、あるぞ。陶芸体験をしてるところを見たいです、よろしくお願いいたします。確かにな、うん、めっちゃ失敗そうだし、ね、あーとか言いながらどんどん変な感じになりそう。はい、続きまして、はい、こちらラジオネームがあります。ラジオネーム、はい、頑固なストレートヘアさん。おっ、はい、お前がまた来ました。うん、2月の Vlog の提案です。はい、楽屋にいる芸人さんに急に豆を投げつけるドッキリ。お、なんてそれ、これはだいぶ危ないぞ。だいぶじゃないそれ。ライブによるよなこんなんな。そしてもう一つ、はい、バレンタインの手作りスイーツを妹様と横さんと今一番好かれたい芸人さんにプレゼントする。ご検討よろしくお願いします。もうこれやるとしたら、もう妹に手伝ってもらうんじゃねえぞバカ。いや俺手伝ってもらうよ。決めー、なんでだよ。俺も手伝おう、俺も手伝おうか。やだよ、なんでだよ。俺も手伝いに。続きまして、はい、こんにちは。あ、こんにちは。福田の Vlog リクエストです。はい、ありがとうございます。福田さんが釣りしてるところを見たいです。ご検討よろしくお願いします。あー、なるほど。釣りはいいんじゃない、なんかね、釣り、ね、カリアフィッシングクラブに。カリアフィッシングクラブで行きたいんですけど、うん、ま、今冬っていうね。
ところで、あんま向いてないってこと、シーズン的に。そう、なんかやっぱあったかく、ちょっとあったかく、春先とは言わずとも春に近くなってきた頃にまた再会みたいなことを、へー、フィッシュ団長が言ってたから。フィッシュ団長、じゃあ分団長の対になるの。フィッシュ団長、フィッシュ団長が言ってた。じゃあ魚じゃないとおかしいから、ね。カリア魚さんをピン芸人になってるから。なるほど、ね、でもこれはなんていうんですか、保留というか、またシーズンに、なるほど、あげるかも、ちゃんといい時に、うん、知れない、覚えてたら。またじゃああったかくなってきたリクエストしてください。あ、お願いします。うん、はい、続いて最後ですかね。はい、福田の Vlog リクエストです。はい、2月15日は群青団地さんの結成日。あ、ありがとうございます。ということで、はい、福田さんが本気の記念日デートを計画して横さんにプレゼントするのはいかがですか。ぜひご検討ください。記念日、これで決まりや。横浜とか連れてって俺を。観覧車とか乗せてくれよ俺を。いや、観覧車の屋上で何すんだよ俺ら。まあ、はい、というわけで以上ですけども、まあ、なんとなく候補、候補はですね、どうですか。まあ、ルックブック、うん、と、まあ、でも陶芸もまあ、うん、面白そう。あ、まあ、バレンタイン、はいはい、本気の記念日デートはどう。本気の記念日デート候補入る、まあ、一応入れときますか。ありがとうございます。らしいです。その中からなんかやるつ、まあ、4つですかね、うん、どれかをやるってことね。そうです。まあ、どれかはまだちょっと決めかめるので言えてたか今ね。記念マネーム、記念マネームなので、まあ楽しみにしといてください。まあ、取れ高によってはなんか2つやったりとか、はい、まあそうですね、まあ、ルックブックとかだったらね、なんか併用してできそうなんですね。まあ、できそうなんで、うん、まあ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 、うん、はい、期待しといてください。はい、というわけで次回が、2月15日、はい、群青団地の結成日ということで、はい、というわけで次回もお楽しみにしていてください。はい、ありがとうございました。さよなら。